スケジュール講義民法編皆さんこんにちはレックス2講師の根本ですこちらは前日制の秋生の方民法をどういう形で受講していくかそれを説明していきますこちらの秋から始まる前日制の講座については春に実施している講座こちらを放映しておりますこの春のものについては専業受験生を対象にした講義になってます こちらを専業受験生でない方社会人受験生等そういった方々にどういうスケジューリングでやればいいのかそれを説明していこうと思っています。もともと生講義の自体は6時間の講義これを月水金で実施しています。これをどのような形で消化していくのかと。 まず受講の単位なんですが第1回目だけは1講義だけで結構ですですが2回目以降は2345というふうな形で受けてください全体構造でもそうでしたが民法の方でも冒頭の方では復習をしていきますつまり2回3回講義が終わって4回目の講義の冒頭では全体構造と同じようにじゃあ何ページにしないでください これどうでしたっけこの結論どうでしたっけ理由は何でしたっけという形の復習を入れていきます。なので2345というペアで受けていくことこれをおすすめしていきます。じゃあどれぐらいの期間で受けるべきかと,というと理想本当に理想の理想は3か月で受講が終わる。でまあ現実的には4か月ちょっとぐらいかなと。 でどんなに長引いても5か月ここまでに終わらせてくださいただですがもしこの民法の主張自体が12月あたりの方その12月以降に受けられる方はちょっと早めに受けないと、うん、このペースが、ね、後ろの方詰まってきますのでちょっと早め早めに進行を急いでいってくださいでは具体的にどんな感じかと。 と言いますとまず通常の週は土曜日曜どっちかで2講義そして2講義受けて復習をその日にやるそれで他の曜日では土曜日曜の講義の復習をずっとやるまた民法4回目以降では演習問題演習を指示します。ここのの問題やっってくださいねといねととたを指示しますので その演習も他の曜日に取り込んでいく。で、それが終わったら、また土曜、日曜になって、二講義受けて復習。そして、他の曜日は復習と演習をするという形でやっていってください。ただ、こちらですが、早い段階ではね、早い段階ではそんなに内容は深くありません。なので、ちょっとペースが速くなってもいいと思うんです。例えば、土曜に二講義、日曜に講義受けて、 それで平日はずっと復習に当てると。はじめは10回から15回、20回ぐらいまではいけるんじゃないかと思います。一方、これは通常の週としましたが、よいしょ、次。祝日のある週。祝日のある週については、土曜、日曜に二講義、どっちかに二講義受けて、そして祝日。 そこもぜひ二講義受けてください。それで、それ以外の曜日で復習と演習をしていく。こういったプランをおすすめします。祝日のある日に、ちょっとでも多く。講義を自主、え、り、履修していく。それが後々のところの。余裕につながってきますので。ぜひ祝日のある週。は多めに講義を。受けてください。 これは全体の民法の、まあ、スケジュールとなるんですが一つ補足があります。これはテキスト2冊目に入った後の話なんです。2冊目に入ってきましたら1冊目の復習をするようにと指示していきます。その1冊目の復習、ぜひ平日を使ってやってください。具体的に言うと、 例えばここですね。土曜日曜日と 2, 2講義の内容の復習と演習をするプラス1冊目の復習をこのどっかの呼びでちょこ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 入れていくそれをぜひ取り入れていってください。本格的に前の科目の復習に入るのは不動産登記法からですがこの辺りから徐々に徐々にそのペースをね掴むためにぜひ前の科目の復習も あ、前のような前にあったね。テキストの復習も始めてみてください。こちらの動画の方は以上になります。では、民法の講義でお会いしましょう。